こんにちは、たまちゃんです。さて、セクシーな女の子が戦う、期待の新作ハクスラ、名調がリリースされました。Windows 版と Epic Games 版、あとはモバイル版でも遊べます。無料です。いわゆる原神系のゲームです。キャラクター3人を切り替えながら、敵をバッサバッサ倒していきます。で、ボタン連打のガチャプレイでも遊べるようになっています。長押し技やジャンプ技、それとスキルに必殺技が複数用意されていて、それが3人分なので、画面を見ていても飽きがきません。で、パリーやジャスト回避システムもあるので、爽快感も高いです。で、ハクスラトレハン要素もあり、レアリティ付きの装備をそこらから拾えます。あとはポケモンのようなペットシステムがあります。敵を倒すとランダムでペットにできます。で、そのペットを装備すると、ペット独自の能力を得られます。で、戦闘中、スキルとして呼び出すこともできます。で、同じペットでも性能違いになっているので、この部分にもトレハン要素があります。そして登場キャラは皆スラッとしたセクシー系です。露出度も高く、必殺技でやたら足元が強調されるキャラもいます。で、ストーリー部分はかなりあります。序盤何時間か遊んだ限りでは、ほぼストーリー部分が占めていました。まあ話を楽しみながら進めるゲームにもなっています。というわけで、ゲームシステムはどうなっているのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。まずは漂白者を選ぶ。主人公選択ですかね。じゃあ、この露出度の高い女キャラだな。こっから、自由に動かせんのかな？ WSD。ゲームパッド使いますかね？あ、使いますね。このゲームどうかな？シューティング要素とかあるんですかね？その場合は、やっぱマウスキーボードで遊んだ方が良さそうですけどね。これ登れる。壁登り。コントロールで走ると歩くを切り替え式なんですね。通常攻撃。レフトクリックですね。危ない危ない。おりゃ。お、いいで。スキル発動。共鳴スキル。画面右下に、なんかクールタイム式のスキルがありますね。それは共鳴スキルか。これか。攻撃で特殊エネルギーが溜まる？で、溜まると、共鳴スキルが強化される。あ、なんか変わりましたね。あと、長押しで銃撃。よっ。おら、やった。残像を倒す。おら、残像を倒す。お、ジャンプ切りありますね。技が2つあるぞ。R で、おお、なんと音声付き。すごい。でかい。表明解放。2で切り替えできるキャラクター。ああ。パーティー組めるんですね。シフトでどっち、もしくはライトクリックは、これ違うのか。光り出したら、共鳴者に切り替えして、収装スキル発動。よし。なんか発動した？発動したのかな？今の行くよっていうのが、そうだったのかな？こいつのいい技は、なんか竜巻技かな？お、せい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 。派手派手だ。とりあえず派手だ。全然攻撃は避けれてませんが。おら、ため切り。おー、やった。ダメージを与える、または回避に成功すると、この競争エネルギーが溜まるんだ。キャラごとに、収装スキル、あと、変装スキル、さらに特別な、それぞれのスキルがあります。さあ、箱開けて、なんか入手しましたね。B で確認。さあ、今拾ったのどれだ？これかな？エネルギーコア。経験値がもらえる。武器経験値。あとは武器か。まあ、このゲームは、こんな感じでハクスラトレハン要素がありますと。あ、これも拾ったのか今。こっちの方がレアリティが高いのかな次はパラシュート。飛び降りていいのこれは。よし、行くぞー！うわー！空中でスペース。危険なので真似しないでください。なんのこっちゃい。そう、なんかボス戦が始まりましたね。負けそうだけど。おお、風をこれ。いいね、今の技。
カットインもいい。すごい。開始した時のポーズがかっこいいな。敵が丸く光った時、その時が回避ポイントなのかな？うん。何？パリー。はい、パリー。攻撃ボタンがパリーを兼ねてるんだ。チャンスか？ F で？なんか技を使った。おりゃー。無力か。ここから結構自由に動けるんですかね。オープンワールドか。敵やるぞ。あいつを倒すのか。さぬ殺して吸収する。おお、吸収。何かを吸収した。 C で確認できる。恩返を装備する。これはペットシステムですかね。なんかそれっぽいね。これが敵の能力かな。変身する。こいつ自体にも性能がついてるんですね。これのステータスはランダムなのかな。レアリティもある感じがするけどね。色的に。Q で前方に突進。よし、突進だ。行くぞ。突進。おお。突進して叩きつけた。攻撃はいつでもなんかキャンセルできる感じですね。他の行動で。ジャンプとか回避とか。だからサクサクやれる。あ、倒した。また出てるけど、吸収できる。さあ、データドックレベル、まだゼロか。新たな仲間、フシュシュ。二人目のキャラが、こいつを装備しました。敵を引き寄せる。ハーモニー効果っていうのは、まあ、セット効果みたいな感じかな。アイテムはかなり色々拾えますけど、アイテム欄いっぱいになるとかあんのかな。さっきのモンスター使ってみよう。敵を引き寄せる。引き寄せんのかな、これは。ひっくり返りましたね。おっしゃ、空中コンボ。すごい。空中コンボ可能だ。まだ出ましたね。残響。何体装備できるんだ？コスト。これが許す限り装備できるのかな？そうか。このアイコンですね。これは合わせた方がいいんだ。これで、うん、ハーモニー効果出ましたね。回復効果アップ。新しい共鳴者。3人目の仲間か。これレアリティですかね。星4。銃が使える？このキャラは。銃キャラか。お、いいね。ちゃんと狙って撃てる。これならば、うん、マウスで遊んだ方が良さそうだね。実績を達成すると、どんどんアイテムがもらえる。これは定番ですね。モバイル系のゲームでは。さあ、何かのテストが始まりましたね。すべての敵を倒す。15レベル。あれ、さっきの銃使いがいなくなりましたね。代わりに、この長髪のお姉さんが中にあった。おお、召喚獣的な？かっこいい。このキャラ活かす。この操作感は、ファンタシスタオンラインの召喚獣的な感じですね。たまった。おお、なんでセクシーな。太もも部分から発動した。次は、集音？あ、ガチャかな？よし。まずは無料で一回。あ、このキャラがここで手に入るのかな？必ずね。他には？ 10 回いける？もう一回引いてみようか。よし。いけー。うわー。10。まだ武器か。キャラクターは？キャラクター出ないの？武器ばっかだよ。キャラクターどうした？これキャラクターガチャなんじゃないの？武器しか出なかったよ。お、来た？星 5？ おー、なんか来た。セフィロス来た。カカハロ。カカロが来た。あれ、まだ同じキャラか。同じキャラはアイテムに変換される。で、強化用のなんかパーツとかになるんだろうね。さあ、ロリキャラは仲間になりませんでしたね。残念なことに。キャラクターのレベルアップはできる。アイテムを選択。これ経験値か。
一気にレベル10になるんだけど、これ一つ使うと。みんな等しいレベルにした方がいいんでしょうね。これはなんだ？共鳴チェーン。さっきのこれが使える。解放する。なんかスキルでエネルギー、それを得られますと。時間が変更できる。時間によって受けられるクエストとか決まってるんですね。イベント解放。これか？お、デイリーチャレンジ的な？ガチャ用の玉ですね。いろいろ目標達成すればもらえますと。4人目のキャラが使えますね。暫定的なイベントキャラか。にしては強いな。ほぉ。こいつなんか剣法使いだね。さあ全然戦えてませんでしたからね、今まで。ストーリーが多くて。これからようやく戦える感じなのか？おーし。ぬっ殺せ。召喚獣。免疫。攻撃が効かない。よし。術界だ。水には炎が効くとか、そんな感じじゃないの。狙って撃てますが、弱点とかあんのかな？いわゆるヘッドショット的な。同じやつは2体、仲間になりましたが、このなんか属性みたいなのが違いますね、今んとこ。こっちは防御力。こちらは攻撃力。こいつら自体もなんか強化できるっぽいんだけど。こういうアイテムを使えば強くなるっぽいね。お試しで。強化。最近レベルが4になりました。レベルは4になったけれど、コスト自体はどうなんだ？変わらないのかな？敵の密度はなかなか高い感じですかね。結構連続して戦える？なんだこれ。謎の火の玉発射しましたね。これで掴んで、投げられる的な。あれ敵ですかね。強そうだけど。あ、敵だ。特別な敵。H で確認。こいつら強いと。パーリー回避反撃。それを活用する。とりあえず強いらしい。勝てんのかな。挑戦しましょう。この召喚獣が強い。勝手にやってくれる。回避。変身。必殺。おーし。それ交代して。ほら、連続攻撃。ガンガン当てまくって。さらに交代する。おお、技使いまくる。変身。どうだ？やった？あれ？やったけど、ちょうど後ろ向いちゃいましたね。おお、ボスキャラも吸収できる。紫色だ。このポケモンシステム面白いね。車になんか。変なものがついてる。さあなんか、イベント戦ですね。将軍を使って戦う。まあ、こいつをガチャで入手できたら、すごい強いですよっていうね。デモンストレーションでしょうね。おりゃー。さあ、本日はここまでですね。こちらセクシーキャラでハクスラしたい方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。